住信 SBI ネット銀行賞。地元勢が予選成績上位、そして優勝戦も内枠独占というレースでしたが、見事地元の柳生泰治選手優勝で幕を閉じました。それではステージ登場です。優勝しました柳生選手、どうぞお入りいただきたいと思います。7日間のシリーズ見事優勝を飾りました柳生選手です。まずは優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございました。コンディションの変化もありました。今日の優勝戦どんな気持ちで迎えましたか？そうですね、風が強くなってたんでフライングだけは絶対しないようにと思って、はい、ちょっとスタートだけにちょっと集中しすぎて、1コーナーのターンは0点です。すいませんでした。ちょっと後ろにだいぶ迫られたのはそのターンが、そうですね、はい、もう間違いなく刺されたと思ったんで、はい、なんとか気合で直線はかぶりました、はい、ただ、まあ、今日のこのコンディションで展示タイムも、ね、一周タイムも出てましたよね。そうですね、そこだけは良かったんですけど、はい、結果的にやはりエンジンは良かったということなんでしょうかね。そうですね、まあ、僕は何もしてないんですけど、前節の服部さんが、はい、プロペラきれいに仕上げてくれてたんで、それ信じていきました、はい、そのおかげという感じで。そうですね、服部さん、はい、ありがとうございます、はい、まあでも今シリーズは本当に長い戦いでした。7日間改めて振り返っていかがでしょうか？そうですね、まあ大きい着も取ったりして、ちょっと気持ち的にこう乗ってくる部分があんまなかったんですけど、はい、なんとか集中力は切らさず、7日間走ることができました、はい。まあ、それにしても今シリーズは地元勢の活躍が目立ったシリーズ、改めていかがでしょうか？そうですね、やっぱり谷村さんはじめ、はい、やっぱ僕となんとか引っ張らないとなっていうのは思ってましたんで、なんとかワンツーできてよかったです、はい。まあ、徳山先月 SG がありました。場内は大変盛り上がっていました。当然そのことは頭の中にあったと思いますけれども。そうですね、僕も白井さんの優勝すごい感動して刺激もらったんで、はい、まあ、次僕徳山走ると分かってたんで、もう僕もっていう思いで、はいはい、なんとか結果出せてよかったです、まあ、柳生選手自身は今年は G1 のだいぶ汗も増えてというところで、今後 G1 の汗続いてますけれども、ね、はい、まあ、次平和島大峰さんと2人なんですけど、はいはい、そっちでもう結果出したいなと思います、まあ、当然今後の G1 の結果次第では年末チャレンジカップ、あるいはその先の SG も見えてくると思いますけれども、いかがでしょうか？そうですね、やっぱり上の舞台まだ立ったことないんで、はい、なんとか上の舞台に行けるように G1 でまず結果出したいなと思います、はい。そのうちね、また徳山での SG というのがあるかもしれませんけれども、当然そこには出たいという気持ちは。そうですね、はい、出れるように頑張ります、はい。では最後に集まっていただきましたファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、最後まで残ってくださりありがとうございました、また頑張ります。船券買ってください。優勝しました柳生選手にお話を伺いました。それではこれより優勝選手の表彰を行います。あ、柳生選手そのままでお待ちいただきたいと思います。それではただいまから住信 SBI ネット銀行賞優勝選手の表彰を行います。優勝しました柳生選手に賞状および副賞が住信 SBI ネット銀行株式会社執行役員広川剛様より授与されます。広川様、お願いいたします。賞状優勝柳生泰治選手、おめでとうございます。そして副賞が贈られます。以上をもちまして表彰を終了いたします。広川様、ありがとうございました。では最後に写真撮影を行いたいと思います、どうぞご希望のファンの皆様、ぜひステージ近くにお集まりいただきたいと思います。住信 SBI ネット銀行賞優勝を飾りました柳生泰治選手、最後に写真撮影を行いたいと思います。どうぞファンの皆様、ぜひステージ近くにお集まりいただきたいと思います。正面でも結構です。今回は7日間開催、非常に長い道のりとなりました住信 SBI ネット銀行賞。地元勢の活躍が光ったシリーズでしたが、最後締めくくったのは地元柳生泰治選手となりました、柳生選手、今月この後は平和島の G1 の斡旋、さらにはその先も G1 など斡旋控えていますので、ぜひ今後の活躍にもご期待いただきたいと思います。
徳山3回目の優勝となりました柳生泰治選手、ぜひ今後の活躍にもご期待いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして表彰終了いたしたいと思います。最後に柳生選手、その平和島の G1 に向けてちょっと早いですが意気込み最後にお願いします。はい、予選は必ず突破したいと思います。頑張ります。ありがとうございました。それでは優勝しました柳生選手退場です。どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。ボートレース徳山7日間開催となりました住信 SBI ネット銀行賞、地元柳生泰治選手の優勝で幕を閉じました。